メディアを再生する熊田林香は日本のファッションモデル、女優。所属事務所はレプロエンタテインメント。女子高生のためのウェブマガジンにエモリー第3代、編集長。生まれてすぐに父親の仕事の都合でフランスに移り住み、1歳から6歳までリヨンに暮らしていた。もともと写真を撮られることが大好きだったひさま電話。 小さい時からモデル志望であった。しかし、その頃はまだ憧れという程度であり、3歳からクラシックバレエを習っていたこともあり、小学5年生くらいまではずっとバレリーナ志望であった。小学4年生からファッション雑誌、ニコラの読者で、古畑星夏の写真をスクラップしていた。小学6年生の時に、同志の専属モデルオーディション、第16回ニコラモデルオーディションを受けて、 グランプリの5人に選ばれた。活動初期は、モデルとバレエを両立していたが、モデルの方に力を入れていきたいという気持ちが強くなり、バレリーナへの夢は諦めた。2014年9月号より、大谷林香、長野芽衣、鈴木美和の3人とユニット、RMRM を結成した。2015年3月号で、初めて表紙を飾った。 2016年5月号にて、同志の副部長に任命される。2016年9月号の表紙を飾り、紙面では、林家モデルブックと題された特集が組まれた。2017年3月29日、ニコラ主催のイベント、ニコラ東京開放日2017で、鈴木美は塚本なぎさ、山本雄宗、清水林家小井蓮と共に同志を卒業。 活動期間4年半で、西内マリア、飯デマリエナミの多さである11回表紙を飾った。2017年8月、セブンティーン9月号より、同誌の専属モデルに加入。9月2日、第25回東京ガールズコレクション2017、オータム、ウィンターに初出演。2018年3月31日、第26回東京ガールズコレクション2018、スプリング、 サマーに出演。2015年5月20日からギャオで配信が開始された全12話のドラマ、女子の事件は大抵、トイレで起こるのだ。で、女優デビュー。このドラマは、反響を呼び、未公開エピソードを加えて、再編集した劇場版2部作、女子の事件は大抵、トイレで起こるのだ。前編、入ると、女子の事件は大抵、トイレで起こるのだ。後編、 出るが、8月22日に公開された。2017年、古澤良太が脚本を手掛けるロマンティックコメディ映画ミックスに出演。2020年10月期放送のマリーミーで地上波連続ドラマ初出演にして主演。これまで複数のアーティストのミュージックビデオに出演している。2013年、ロックバンドメレンへの曲。 シンメトリアのビデオに出演。2014年、ポップグループさよならポニーテールの新世界公共楽のビデオに、アイドルユニット竹のこの篠原ゆりなどと共に出演。同年、生き物がかりの曲、ラブソングは止まらないよのビデオに出演。2017年4月、女子高校生向けウェブマガジン、エモリーの3代目編集長に就任。2017年6月、マコの配信シングル、 恋の道のインスタグラムストーリー風ビデオに出演。久間伝の他に、藤幸、古畑星夏、土屋玲奈、双子モデルのミメム、泉春、シャラン、柴田彩菜、村田智子が出演している。同年8月、講師ともに交流のある吉田リオンの曲、パーティーアップのビデオに友情出演。また、ニコラの専属モデルを務めていた時期、2016年5月に、 アダストリアが展開するティーン向けブランド、レピピア・ーマリオの5代目イメージモデルに就任。2017年5月にイメージモデルの交代式が行われ、その役割を清原か也が引き継いだ。2017年4月、女子高校生向けウェブマガジン、エモリーの3代目編集長に就任。そして天然ボケのキャラクターが、 テレビ局関係者の目に留まり、2017年8月からバラエティ番組に本格進出。本格進出後の最初の出演は、8月6日、放送のワイドナショーである、少女漫画が好き。2020年のインタビューでは、愛してやまない、少女漫画参戦として、午前0時、キスしに来てよ。鳥居葬儀、同棲しませんかコーヒーバニラをあげている。 そのため、趣味は、少女漫画を読むこととショッピングである。フランスで生まれたこともあり、もともとはフランス語を話せたが、日本に来て、馴染んでからはフランス語ができなくなった。兄が一人いる。中学生時代には3ヶ月間ソフトボール部に所属していた経験もある。ありがとうございます。